氷の洞窟入りますか。とりあえず寄り道は全部終わったんで。これがその洞窟か。いかにも寒そうだね。霧が出てんのかな。どうしたのビビ。氷の洞窟って知ってる？ああ、聞いたこともあるけど、ここがそうなのか。うん、多分マノモリに近いところにあるらしいんだ。私も聞いたことがあります。氷に覆われた美しい場所だそうですね。アレクサンドリアのあれかな、お城で読んだのかな。僕もじいちゃんから話を聞いただけなんだけど、ここは霧の下から上まで続いてる洞窟なんだって。素晴らしい。ビビ殿のおじい様は博識ですな。霧を出した暁にはぜひとも感謝の言葉をお伝えせねば。おじいちゃんからはいろいろ教えてもらったけど、もう死んじゃったんだ。あらら、それは知らなかったとはいえ失礼いたした。ううん、気にしなくていいよ。ま、とにかく行ってみるしかねえな。さあ行こうか。氷の洞窟。アイスカバーケイバンかな。確かケイブだったよね、洞窟って。まあいいや。まあ、なんて美しいところなのでしょう。寒そうだけど。噂には聞いてましたが、これほどまでに美しいとは。綺麗な花、なんていう名前なのかしら。姫様、むやみに触ってはなりませんぞ。どうでもいいけどさ、寒いんだし早く行こうぜ。そうだな、時短は寒いだろうな、その格好じゃ。よいしょ。で、今2箇所からなんかね、風みたいなやつが出てますが、これにこうやって触れちゃうと敵が出てきます。風は通り道とかっていうね、なんかイノシシみたいなやつが出てくるんですけど、こいつこいつ。てん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 、名前なんだっけな。ワイヤードだ。ペニオン、魔法はまだ使わなくていいかな。ひたすら防御でいいと思います。 HP 入れ替え。そう、 HP 入れ替えがね、地味に厄介なんですよね。あ、ミスった。マジか。意外だな。ブリザード、さすがコリンの洞窟。あ、なんだかんだ敵もこんなに顔がはっきり映るイメージはなかったから、なんか新鮮だな。あと一発かな。 OK。 お見事。おお、みんな4になっちまった。ガネだったけ置いてかれた。まあしょうがない、ガネさんはね、一回経験値稼いでないからね。この洞窟いろいろ仕掛けがありまして、壁をね破壊できたりするんで、そこもね落とすことなくちゃんと見ていきたいと思います。また出たよこいつらだ。どうすっかな、大量にいるとめんどくせえな。風は通り道出た風は通り道、邪魔するな。なんなんだよ。で、氷の洞窟なんでもちろん火属性に弱い。しかし一発じゃ倒れない。で、倒れると盗んどくか。まあ最悪ね、ガネさんに回復してもらえばいいんで。ポーション、やっぱ全体化にしちゃうとあれだね。早く行くさ。はい、オッケー。一旦一旦に与えるダメージが減っちゃうからね、ファイヤーといえど。さすがに一発で落ちないね。 OK。 これはこの壁なんか怪しいな。なんかありそうなんだけど。おいビビ。え、な、何？お前の魔法をこの壁にぶっ放してみてくれよ。うん、寒そう。おお、やっぱりな、
絶対何かあると思ったぜ。この他にもあるかもしれないな。ビビ、その時はまた頼むぜ。うん。ほんと兄弟みたいでいいよな、この二人は。はい、エーテル。で、ビビの声は、キンハの時に出ていましたけど、大谷さんだよね。ピカチュウとか、光彦くんで有名な。はい。ポーション。いやー、なんか、ジタンの声がさ、パクロミさんだから、てっきりね、弟は、ねえ、なんか、アルフォンスですとか言いそうな感じがするんだけど、クゲミヤさんかなって思っちゃうんだけど、そんなことはないね。で、次なんですが、ここの、なんか、この棒みたいなやつも、なんだ、ビビの魔法で落としてもらうんですが、その前にここを取っておかないといけないと。よいしょよいしょよいしょ。おお、音でかっうるせえな。そんなに音でかくなかったろ、 PS 版の時で。ここで明治マッシャーが手に入ります。明治マッシャーってどうだったっけな、合成の時に使ったっけな。まあなので売らないでおきましょう。 OK、 はい、もうガン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 やっていきましょう。エリクさんで、もうなかったはず。ここも壊せたっけ、ないよね。で、また風は通り道とか呼ばれちゃうんで。で、あと氷の洞窟に出てくるモンスターといえば、なんか変なフラスコ持ったやつとプリンだった気がします。てんてんてん、てん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 。オッケー、フェニオン。パーパラパラーと。で、ここも壊す。オッケー。いけるようになった。スタナーたち一時向こうに行ったんだね。まあ危ないからね。オッケー。ドゥン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 。おお、出た出た。こいつがそのフラスコかな、確か持ってるやつです。名前なんだっけ、ケーンビンプ。ほい、盗んじゃうよん。錆びたナイフ、ポーション。で、違う、おスリップレーキ、誰だ、ジタンかい。この辺り叩き起こす。ちょっとだ、あ、倒しちゃった倒しちゃった。意外と弱かった。ガネさんが起こすまでもなかったね。このさ、経験値をもらう時のこのキャラクターの顔がこう横から出てくるんですけど、PS 版の時にはね、上下セットでこうバーって出てきたはずなんですけどっていう、なんかそんなどうでもいい話もうほんとすいませんね、細かい話しかできなくてね。パソコン版だとバラバラに出てくるんだね、タイミングずらしてというか。はい、まあね、そういう話がねできるぐらいねやってるんで、もう皆さんにとっちゃはーっていう感じかもしれませんが、さあさっさと抜けちゃいましょう。ここは、あ、でも意外だな、氷の洞窟がこんな早く終わると思ってなかったな。もうそろそろおしまいです。あ、これは、うおー、あっつい、あげくぽー、何さらすんじゃ悪いくぽー、動けるやんけくぽー、おきにくぽー。よかったよかった。で、モグ太郎2時間目と。ボンボンバンバンバンボン。あんちゃん、今日もいろいろ教えてほしいクッポ。よしよし、何でも教えてやるぞ。今日もまたいろいろレクチャーしてやるからな。はい、結構です。あんちゃんは本当に物知りだクッポ。へへ、まあな、何にも教わってねえけどな。で、ここでモグネットをしましょう。グーモに手紙を届けさらしてほしいんやんけ、バレクッポどんな口調だよ。どうしようかな、テント使う MP、 あ、でもビビが結構やられてるな。一応使っとくか。じゃあ全開できないテントで休みましょう。 MP 全開するかな。まあ多分ね、セブンのテントが良すぎたんだよね。ほら全開してないね MP。 ちょっと待って、ジタンの HP がマックスいってないのはちょっと困るな。うん、まあいいや。
とりあえず一人だけでいいや。じゃあセーブしとこうか。てん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 。はい、やった。オッケー。よし、行っちゃいましょう。で、今当たり前のように左側に行きましたけど、正解ルートは右側です。チーターの装備どうすっかな。最強にしておいた方がいいかな。あー、どうすっかな。いけるだけ行くか。回避しと記録しか上がんねえか。いいや、これで。まあ、なんでかっていうと、この後チーターがね、ボスと戦うんで、まあいいか、このまま行こう。寒そう。今の時期にぴったりだな。ビビ、何やってんだ。早くしないと置いてくぞ。ちょっと。ビビ殿、大丈夫でありますか。ああ、おっさんも。おっさん、大丈夫じゃねえな。二人とも何やってんだよ。おっさん、寝てる場合じゃねえだろ。おっさん、チッ、ダメか。ああ、ガーネットも。ああ、ガーネットも。ガーネット、こっちもダメか。くしょ、俺まで眠くなってきちまった。寝たら死ぬぞ。なんだ今の音は。こっちか。何かあるな。で向かうんだね。寝てる姫のねとこに襲いかかりにはいきません。そんなね卑劣なことできない。寒そう。ち、死んでなかったか。そのまま眠っていれば苦しまずに済んだものを。この吹雪を起こしてるのはお前なんだな。なんか音がすごいリアルになった。そういうことだ。さあ行くぜ。まあレベルも上がってるんで大丈夫だと思いますけど、こいつがめんどくせんだよな。またな。まあこいつはそんなめんどくさくねえんだけどな。盗んでる暇あるかな。まあ盗んでトランスを待って、さあ来た氷の巨人。一気にね裏技で片付けるっていうのも一つの手だと思いますけど、シリオンの裏返したシリオンの津波という技があるんですけど、その津波が怖い。ブリザードこのくらい入る。まあまあ帰るな。で冷やした後に燃やす。ウィング、どうすっかな。トランスで下手にシリオン攻撃しちゃうとダメージを逆に食らう可能性があるんで、先に単体技でワルツを消すか。そっちの方がいいかな。ポーション、あウィング待てばよかったかな。あブリッツか。どうすかな。一発くらい入れとくか。まあわざわざワルツを倒さなくてもいいっちゃいいんですが、確かほい。ブリザードあと2発ぐらいで多分トランスする。あー3発かな。あ全然だな。全然溜まってねえな。もっと生えてると思ってた。まあここはちょっと耐えておきましょう。ウィングの方が溜まるのかな。
さあさあ、好きなだけ攻撃するがいい。多分ワルツはそろそろ死ぬはず。あー来しまった。どうすっかな。129か。津波に耐えきれると思えないんだけど。いや、やってみよう。さあ見せるぜ、タイダルフレーム。もうこれ以降使うことはないでしょう。これはグッシュリオン、あとは任せた。さあ耐えるかな。おお耐えた。待ってね、ここで回復しないと死ぬ。あぶねえあぶねえあぶねえ、死ぬ、ジタンが死ぬ、死んじゃうよ、危ないよ、危ねえ。九死に一生を得たな。危ねえ危ねえ。じゃああとはもう一回やってみよう。タイダルフレームでさよなら。 OK、 かっこいい終わり方。結構きついよね何回か死んだことありますね、ここで。一人目は倒しておりごじゃるが、他の二人が姫を奪い返すでおじゃる。ん、誰だ。音がやだな。まあいいか。それよりもあいつらは死んでないだろうな。もうちょっと 滝っぽい音にしてほしかったな、ここ。大丈夫そうだね。吹雪が止んだからね。あ、ジタン。まあここでガーネットが初めてジタンを呼んでくれます。まあどうでもいい話です。やあ皆さん、無事だったかい。おい貴様、一体何が起こったのだ。いや大したことなかったよ。貴様何か隠してるだろう。何もなかったって言ってるだろ。貴様ひょっとして姫様に何かしたのではあるまいな。いやースタイナー、それを言われちゃ困っちゃうぜ。おいおいおっさん、勘弁してくれよ。スタイナ、何もないと言ってるんです。ジタンに失礼ではないかしら。そうだそうだ。わかりました。まあ皆さん無事で何よりです。先を急ぎましょうか。ジタンどうかしましたか。あ、いや何でもねえよ。まあビビにそっくりなねえやつがいたなんて言えないよな。ここは特に何もないんだっけ。何のために作ったんだここビビを落っことすためか。でジタンだけダメージは入ってるんだけど、スタイナーがなぜここにいる。いいか、行こう。氷の洞窟に来たのにプリンが出てこないとは何事か。まあ、そもそもあんまりエンカウントしてないからねえ、何事も何もないんだろうけど。噂をすれば、来た来た。まあ可愛いまあ可愛いプリンちゃん。ヘッドアタック。で、まあ、プリンはねファイヤーで一掃するのがまあセオリーだね。きっと勝手に作ったセオリーだけど、多分一発で落ちるはず。とくとご覧あれ。出たザン。またガーネットを置いてみんなレベルが上がっていく。多分これで全部出たんじゃないかな、氷の洞窟に出てくるモンスターは。でジャンプと、あよいしょと。さあ出口出口。あー着いた着いた、ご到着。やっと霧の上に出られましたね。やっぱり青空の下が一番ですね。あっという間に着いたね。お、あそこに村があるぜ。
おお。なんかあの村って前に見たことがあるような気が。ジタンはいろんなところに行ったことがあるんですね。私が知ってる世界は全て書物の中のことばかりですわ。ジタンが知ってる村かもしれませんよ。とにかく行ってみましょう。おいおい、ちょっと待てよ。ガーネットはお姫様なんだぜ。それってどういうことか分かってんの？今だって追っ手が来てるかもしれないし、姫だってことがバレたらいろいろ面倒だぜ。ん？貴様、何を言うか。危ねえ。姫様がコソコソする必要などない。我々はすぐ城に戻るのだから、そんなことは関係ないだろう。それに貴様のその態度は何だ？姫様に対して無礼であろう。その呼び方も改めるのだ。じゃあ、ガネちゃんで。おっさん、うるせえよ。あんたには関係ねえだろ。だいたいあんた何様のつもりだ？偉そうにしやがって。二人ともやめてよ。二人ともやめなさい。あ、同時じゃなくなった。今のビビとガーネットのセリフって同時だったのね。それからスタイナ、私は城に戻るつもりはありません。でも、確かにガーネットでは何かと不都合がありそうですね。ところでジタン、これは何というのですか？そいつかい？そいつはダガーって言うんだ。それくらいの長さの短い刀のことをみんなダガーって呼んでるんだ。それよりも長いのをショートソード、両手持ちの大きい刀をブレード、ダガーよりも小さいのをナイフ、あ、それから、あ、よくわかりましたわ。そっか。これはダガーというのですね。姫様、小さくても武具、不用意に扱うと危険ですぞ。決めました。これから私が名乗る名前は。あ、これでやっとガーネットの名前が決められるんだね。種族人間。うん、本当に人間でいいのか？なんていうネタバレになっちゃうけどさ。あれなんだね、召喚師のどうのこうのっていうわけではないんだね。性別女、年齢16歳。ついになったばっかりだね。どうしよっかな。俺、ねえ、いつもダガーって名前そんなに好きじゃないから、ねえ、やってなかったんだけど。あれこれさ、どうやってやれば戻るの？あ、これ、キーか。あ、そういうことか。へえ。そういうこと。あ、キーボードで打つんだね。ガーネットのままの方が俺は好きなんで。いや、なんでかっていうと、あの、エンディングのさ、最後のセリフがさ、ねえ、ダガーにっていうより、ガーネットにって言った方がなんかいいかなっていう感じで、いつも、名前はガーネット派です。だから、改名しないっていうね。じゃあ、これで、うん、いいです。私はこれからガーネットと名乗ります。ジタン、これでどうかしら？うん、ダメだと思うよっていうね、ツッコミを4年前にもした。本当にそれでいいのかい？うん。よし、上等だぜ、ガーネット。あとはその喋り方だな。俺みたいにさ、砕けた感じになれば文句なしだ。ここかわいいよね。ええ、やってみます。違う。そこは、ビビなら、なんていうかな。うん、頑張る、だな。うん、頑張る。その調子だぜ、ガーネット、スタイナー、学士。ってとこで、そろそろ行くか。まあ、正直ね、キャラクターの名前は後でいくらでも変えることができるようになるので、実はね。まあ、ダガーに戻したければ、その時にね、また戻せばいいだけです。で、村に行くんですが、その前にこっち寄ってみよっか。敵が出る。多分今回はこのゲートを見て終わっちゃうかな。時間もちょうどいいくらいですね。うわー、雲。こいつはね、確か素早さを下げてくる糸っていう技を使ってきます。糸だっけな、違ったっけ。でもね、素早さを下げてくるというか、まあスロー状態にしてくるんだよね。お、テントありがたい。はい。なんかあれだね、誰もアビリティを覚えないから装備を変える必要がないね。いってえな。素が出ちまって、ジタンの素が出た。ちょっと一応回復しておきます。クソ、せっかく糸の説明をしたのに使ってこなかったし。使ってこねえじゃねえかよ。まあいいんだけど。 OK、
ってな。で、どうも。ああ、なんだい、通りたい。通りにはゲートパスが必要だぜ。持ってないなら通せないな。工事でも始まりは人手を集めたりするけど、今は特にねえから、まあ諦めるこった。そんなんばっかりだな。休みたい。え？ベガの姉ちゃんは来るのに時間かかるぜ。構わねえぜ。んじゃ待ってな。話したい。南ゲートはアレクサンドリアとリンドブルムの国境だけど、二つの意味を持つ国境だ。飛空艇は霧のあるところしか飛べないだろ。だからあんまり高くも飛べないんだな。つまり南ゲートは山を越える人にとっても飛空艇にとっても国境の役目を果たしてるってことさ。お前さん飛空艇に乗ったことないのか。いや、めっちゃ乗ってた。来た、バイトのマリーだ。こんにちは、相手目はベガでバイトをしてるマリーです。一休み。はい。まあ体力回復するだけですね。まあ念のため。で、買い物、何を買えるの。ああ、まあ特にいらねえな。じゃあまた今度ね。ってことでした。 OK。 じゃああとはあそこだね、村に行きましょうか。で、村に入る前に一個ね、探索できるところがあるんで、そこもじゃあね、探索してみよっか次回ね。今回は探索しません。できたよ、まただ。さあ今度こそ糸を使ってくれるんでしょうか。しかもバックアタック。いいね、先制攻撃。あ、間違った、ガーネットで攻撃しちゃった。もったいねえ、間違えた。はい、未だにね、このコマンド欄のこの2行っていうのは慣れてない。プレステ版の時にはね、これ一列しかなかったからな、ちょっと慣れないんですが。はい、OK。結局使ってこねえし。まあ先制攻撃だから仕方ない。オッケー。よし。じゃあこの辺かな。オッケー。セーブ。はい。スロット10あって各ファイル15個ってことは150個か。そんなにセーブしねえけどな。150はさすがにね、セーブしすぎな気がするけど。